バンバンザイ、ルナです。ミユです。キイシです。はい。ということで、はい、今回の企画は、はい、ゆるっと焼肉を食べたいと思いまーす。イエーイ。ゆるゆる。めちゃくちゃ今お腹空いてんだけど。ね。ね、俺もね、サウナ行く予定だったんだけどね。はい。行けませんでしたよ。ちなみにフレンドはどうなさったんですか。フレンドですか、はい、フレンド一人でサウナ行ってますよ、ね、あんたが悩みあるって言うからあるもんね。あるよ。でも結局ギスクに会いたいっていうのがね、うん、それだから会いたかったから理由は何でもいいかなと思って。ふーん、いやいやいや、なんまんざらでもないみたいな顔したあんた。まあね、久々に3人で揃ってご飯とか行けてるので、まあ その様子を見てもらえたらなと思います。いやいやいや、誰も興味ないかもしれんやん。いやまあね、いろんな話がね、できるかもしれんから。そうだね、まあ、お腹空いたんで、はい、食べましょう。はい、それでは早速食べていきましょう。失礼いたします。ああ、赤身の握りと、炙り握りでございます。ありがとうございます。キャビア持ってる。キャビアと醤油を甘醤にした甘醤油というものでございます。こちらすべてもお味付いているので、そのままお召し上がりください。はい、はい、ありがとうございます。キャビアいただきます。いただきます。やば、キャビア。え、ママになんていうキャビア食べたらって言ったら戦争が来る。めっちゃ美味しい。いただきます。うまっ。すっごい幸せ。キャビア、キャビア。キャビアって味する？分からん。だよね。分からん味が。味分かんないんだよね、キャビア。でもね、安いしたなんだよ、本当に。牛タンです、イエーイ。もうお腹空きすぎて焼いちゃってます。それが騎士のいいところ。うん、やばい、めっちゃ美味しい。これは飛ぶぜ。これやばいわ。ルナさんの分私が焼きますね。ありがとうございます。じゃあね、ランプとロースが来たんで焼きたいと思います。イエーイ。ランプってどこの部分？わからん。でもなんかでも結構高い人はランプって言ってるイメージあるって。あ、そうなの。初めてランプ聞いた。え、そうなの。え、わからない。だからランプって言う人いない。結構言わないっすか。いや、あ、もう焼けたの、ランプ。もう、これすぐに焼けるんすよ。え、ちょ、みも焼こう。それで、ちょ、見てください、うん、これ。何？めちゃくちゃ美味しそうでしょ。え、どんな感じ？これを、うん、今回これ塩だれみたいな感じで、うん、こういう風につけて、うん、美味しそう。で、でもあんまりつけすぎたら素材の味とか分かんなくなりそうだし、うん、確かに。いや、めっちゃ美味しそう。え、めっちゃ刺さってる。いいよ、食べていいよ。あのルナもつい牛すじ煮込みなんですけど、うん、あの結構ね量が入ってるんですよ、うん、でこのこんにゃくが多分ね3日ぐらい煮込んでたんかなっていうぐらいふわふわしててめっちゃ美味しいんですよ、まあ、いただきたいと思います。ちょっと音も楽しんで。美味しい。やばい。サイアンの香り。私は今こっちのロースを焼いてるんですけど、なんかロースって結構焼けるのが早いのかな、うん、なんかもうねすぐ裏返してももう色ついてて。わかる。めっちゃ赤身ってすごいヘルシーなのかな。今日最近バンバンザイ結成してからもね、結構ファンの人がたくさんついたの実感するようになったけど、どう？なんかみんなどこ紹介してんの？俺ササです。いいね、たまにこういうしっぽりみたいな、うん、みんな最近いいことない？俺、あ、二人のいいこと聞きたい。みーは二人っていうか、本当に二人の。最近個人個人っていうか、二人の。二人の、うん、うん。なんか、儀式にするのは、うん、前より仲良くなった。仲良くなった。それで、それで。それで、それでどうしたの。だから仲良くなって。仲良くなって。仲いいよ。そっから。そっから。そっから。何。もう酔っ払ってるね。まだか。これ、タレってなんかうまい。本当に。はい、はい、はい、ということでね、僕の大好きなセットコリコリと初ですね、うん、もうコリコリが本当に大好きなんですよ僕は、うん、めっちゃねうまい。だみんな食べたことある？え、なんか砂ずりやと食べたことある。砂ずり、砂肝？あ、砂肝、砂肝的な、うん、とはね、なんかまた違うんだよ、なんかね、ぜひ食べてみてほしいわ。ガーリックラッシャーです。もう、こちらに失礼いたします。お熱いので、気をつけてお持ちください。これ下げてもらっていい？はい、お預かりします。三原さんもね、失礼いたします。レモンの底すぎた。一人で食べたの？
マジすごいね。だからそれで今来てる。はい、ということで今お茶漬けが来たんですけど、すごいんですよ、ガーリック、ソース、うん、あ、ガーリック、うん、いや、ちょっとその前にコリコリ食べてみて、お願いして。じゃあコリコリ食べる。ありがとう。これは何もつけない方がいい。うん、いただきます。うまいでしょ。めっちゃうまい。うまいでしょ、うん、俺大好きなんすよ。あんま焼肉屋にないんだよね。うまい、うん、うまい。あ、ここは、あ、これが大動脈、和合膜。あ、うまく、こう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 、全然何事か分からん。熱っ。おいしいけど、ちょっと飲み込むの、なんか分かる。うん、飲み込まない。もうガムみたいな感じ。食べようか。はい、ありがとう。コーラ一つ。はい、あと、うわ、うん、コリ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 で、はい、だけどお願いします。はい、ということでラスト1枚コリコリ、はい、いただきます。どうぞ。うん、イエイ。おはようまが、ごちそうさまでした。ということで、はい、焼肉兼ね、ちょっとゆるく喋ったんですけど、はい、どうだった。ね、やっぱりゆっくりご飯食べるのはすごい幸せだな。そうだね、わかる。ね、うん、やっぱ3人でなんかご飯食べるってなったら結構大食い系が多かったし、うん、プライベートでなんかゆっくりご飯行くことがあんまりなかったから、うん、久々になんかゆっくり話したなって思いました。確かに、まあ、あんまカメラ意識しなかったから何喋ったかも忘れたけど、忘れたのも私が編集するから大変だと思う。はい、頑張ります。まあね、またこういう風にプライベートでもご飯行きましょう。はい、はい、ということでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。